第27回ホッケチャンネルでございます。どうぞよろしくお願いいたします。前回まで特業本第1を取り上げ、今回からは説法本第2へと移ります。特業本は大聖言菩薩による発言のみでありましたが、説法本では仏と大聖言菩薩、8万人の菩薩との対話で進められます。そして無量義という教えについて明かされるのです。その時に大聖言菩薩摩訶薩は8万人の菩薩摩訶薩と共にこの偈を説いて仏を讃えることを終えて、仏に向かって次のように言いました。なお特業本の偈樹三仏偈については前回までに取り上げた通りでございます。大聖言菩薩と8万人の菩薩の発言、仏に対して、世尊、私たち8万人の菩薩は、今、如来の教えの中において質問がございます。はっきりしない点がありますので、世尊にはぜひともお聞きくださいますでしょうか、と。仏の発言、大聖言菩薩と8万人の菩薩に対して、よろしい、よろしい、お前たちよ、よく今がその時であると知ったから、お前たちが思うことを質問しなさい。私は遠くない未来に悟りを得た境地に入り、この世から離れるであろう。涅槃した後も全てにおいて、またその他の疑いをなくすであろう。どのような質問があるのか、それを述べてみなさい、と。大聖言菩薩と8万人の菩薩の発言、仏に対して、世尊よ、私たち菩薩摩訶薩がすぐに悟りを成就しようとするならば、どのような教えを修行すべきでしょうか。どのような仏の教えが菩薩摩訶薩を悟りへと導くのでしょうか、と。仏の発言、大聖言菩薩と8万人の菩薩に対して、お前たちよ、ここに一つの教えがある。それは、よく悟りを求める修行者を悟りへと導くものである。もし、悟りを求める修行者が、この教えを学ぶのであれば、最上の知恵を得ることができるであろうと。今日は、説法本の冒頭部分で、仏と大聖言菩薩との会話についてを取り上げました。本日に取り上げた部分について、仏に対してその教えは何かと問い、無量義と名付く教えであると明かされます。この点については次回に拝読を進めることといたしましょう。次回、第29回の予告です。無量義経説法本の第2回目として今回の続きを拝読します。そこでは無量義という法門について明かされます。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。